いい感じ。あまり遠くへ行くと兵士たちに怪しまれる。やっぱりジェパードについていこう。町の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、裂界から現れたものだな。知っているのか。そうだ、カンパ以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら君たちの意見を聞かせてほしい。情報が足りないんだ。着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり剣奏者の本部だ。クリフォトは孫悟の象徴。剣奏者たちはあの方の呼びかけに応じベロブルグを築き上げ、天災と寒波から文明の灯火を守ったのだ。尊崇の念を示すため我々はこの城にアイオーンの名を名付けた。クリフォトの庇護を受ける剣奏者たちもこれまでの長きにわたってこの都市を率い、外部からのあらゆる災いと戦っている。この城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣奏者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。彼女たちは代々この都市を守り民を庇護してきた。現代の守護者はカカリア・ランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたものだ。おお、つまりお偉いさんってことね。これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。お忙しいお方だ。要件だけ簡潔に述べるようにな。もう会うの？先にどっかで身だしなみを整えた方がいいんじゃない？少し雪がついただけだ。誰も気にしない。先に使者を送っている。カカリア様はすでに君たちの来訪をご存知のはずだ。早く行くとしよう。しかしこのような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。大守護者様、3名のよそ者を連れてまいりました。使者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード、貴様も下がってよい。ようこそ寒波の向こう、いえ天外より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリア・ランド、ベロブルグの守護者たる者。この場で皆々の来意を尋ねよう。疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのね。そうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っているから。剣奏者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。遥か昔寒波が訪れレギオンが侵入する前、
この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で、我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、喧騒者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。さあ、その目的を言ってごらんなさい。俺たちがここに来たのは、性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質、その出現は厄災を意味する。これまでの旅で性格に侵された星を数多く見てきました。先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく寒波が訪れた。そして寒波と同時に裂解という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。性格が埋め込まれた世界には裂解が現れる。そして性格はそれぞれの星に適応した異なる災いを生み出すの。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。だが、それとあなた方と一体何の関係があるのかしら。たとえ本当に性格というものが存在し災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど私は甘くないわ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは両者の利益が一致しているからです。性格を封印しなければ俺たちもこの星を離れることができません。うちらはすごいよ。あなた方にはその性格を封印する手立てがあると？俺たちなりの方法があります。わかりました、信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星、可能な限りの援助を行い性格の探索に協力しよう。さあ、今日はもう遅い。あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午、再び使者を送りあなた方を招待する。この件について改めて話し合おう。こちらこそ天外の客人よ。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。もちろん分かってるわ。焦ることはない。方法ならあるから。
大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。なんたってお城の主だからね。リーダーとしての自覚がすごい。ああ、かっこよかったな。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ベロブルグを楽しんでくれ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。時間もまだ早いし、もう少し見て回りたいの。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだけど、博物館は身分証明書が必要だから、先に常冬の日を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。演出者は、いや、自分の目で確かめた方が早いか。それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思う。あまり近寄らないように。そこは最近烈火の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。厳しい状況だな。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では君たちの幸運を祈るよ。